MLB、ヤンキース、ブルージェイズ、日本時間3日、ニューヨーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が2日、日本時間3日、本拠地で行われたブルージェイズ戦の初回に今季40号となるツーランを放った。自身3度目の大台到達でシーズン100打点も突破。これで本塁打王争いでは2位に8本差しをつけて独走。ナーリーグ最多32本塁打のドジャース。 大谷翔平投手ととは8本差しとなった実際の映像、ジャッジがぶちかました145メートル超特大弾左翼席に突き刺す40号に本拠地大興奮。本人も確信の豪快弾だ。5点で開始が遅れた一戦、1・2塁で第1打席を迎えると、高投手ケビン・ガウスマンの95.3マイル、約153.3キロ、直球を一閃。 左翼スタンドへ打球速度117.5マイル、約189.0キロ、飛距離477フィート、約145.3メートル、角度28度の豪快弾を叩き込んだ。後半戦最初の6試合では1本と当たりが止まっていたが、26日、同27日の敵地、レッドソックス戦から7戦5発と復調。 リーグ2位のオリオールズのアンソニー・サンタンデール外野手に8本差しをつけた。自身3度目の40本塁打は、アリーグ新記録の62本塁打を放った2022年以来2年ぶり。この一発で年間58発ペース。果たして最終的に何本のアーチをかけるだろうか